とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最強武器ランキング、やっていきます。アップデートがありまして、結構環境が変わっちゃいましたね。今日の武器ランキングは、3つ。雑魚戦での強さ、ボス戦での強さ、そして使いやすさ。この3つを、5段階評価で、つけております。さあ、それでは第5位からいってみましょう。それでは第5位いってみましょう。第5位は、闘志の締め具ですね。評価としましては、雑魚戦での強さ3、ボス戦での強さ3、使いやすさ4ですね。まあ、とにかく使いやすい装備だと思います。エンチャントで旋風をつけてしまうと360度全方向に対応することができますし、この攻撃速度がありますので輝きでの回復がめちゃくちゃはかどります。ただ最近の高難易度に臨むにあたってはちょっと火力不足かなと、これだけじゃちょっと倒せないなっていう敵が増えてきた気がします。でもまあ最初からある装備で今でも現役で使っていけると思いますよ。第5位は闘志の締め具です。続いて第4位いってみましょう。第4位の武器は星なき夜ですね。評価としましては雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ3ですね。攻撃力がとにかく高めなので、敵はバッタバッタと倒していけます。ただし、速度が若干遅いため、慣れが必要となります。タワーみたいに、そこまで敵が出てこないところだったら、あまり考えずにいいんだけども、高難易度のデイリーに行くときとかは、囲まれないように、ちょっと位置取りを考えたりと、難しい装備ではあります。ただ、攻撃力は高いので、ボス戦とかには持ってこいなので、全然使っていけると思いますよ。第4位は、星なき夜です。それでは、第3位いきましょう。第3位の武器は、骨の棍棒ですね。骨の棍棒の強さ、それは、グレートプッシュバックにあるのではないかと思います。もともとついてるスキルで、敵を攻撃すると敵がね何歩か後ろに下がるんだよね。それでダメージを受けずに倒すことができます。これがねめちゃくちゃ重要ですね。そして攻撃範囲も広くって攻撃速度も星なき夜ほど遅くない。なので機動力があって使いやすい装備となってます。またねこれ俺もね最近知ったんだけども、キノコなしで羽を使って倒していくっていう方法、これがちょっとね慣れは必要なんだけどもめちゃくちゃ強いです。使いやすい。攻撃をして当たり判定が出た時に羽を使ってキャンセル、それを繰り返していくっていう戦い方だね。機動力抜群で敵もバッタバッタと倒していけるのでなかなかおすすめの装備です。第3位骨の棍棒ですね。それでは第2位に行きましょう。第2位の武器は、呪いの斧ですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ3、使いやすさ5ですね。これ呪いの斧とワールウィンドあるんだけども、個人的には呪いの斧の方をおすすめします。なぜかっていうと、元々のスキルでついてる衝撃波。だね。俺、衝撃波が結構好きで、エンチャントで3をつけたいところなんですよ。なので、呪いの斧の方をおすすめしてます。この両刃斧系は、とにかく、攻撃範囲が広い。通常攻撃で360度カバーできますし、攻撃速度が速い。なので、すごく使いやすいですね。特に雑魚戦ではめちゃくちゃ使いやすいです。ただ、ボス戦では若干火力不足なところがあるので注意は必要ですね。はい、ということで第2位は呪いの斧ですね。
それではここで番外編です。今回のランキングでは攻撃性能を見てランキングをつけておりますけども、補助性能っていうのも重要になってきます。今回のアップデートでカバンビルド結構弱体化されました。でもまだまだ使っていきます。使ってる人も多いですね。なので補助武器っていうのが重要になってきます。補助武器でおすすめなの2つですね。不滅のナイフ、そしてフロストサイス。俺はこの2つをおすすめしております。まあ一番いいのは不滅のナイフだと思います。スキルで確率で魂を得る、これがついてますので回復がはかどります。でエンチャントには必ず流れ込む魂をつけてください。それプラスで採掘者、そしてアイテムボーナスがついてるとさらに使いやすくなると思いますよ。それでは最強武器ランキング第1位に行きましょう。第1位は覆われた怒りですね。評価としましては雑魚戦での強さ5、ボス戦での強さ5、使いやすさ3ですね。とにかく強いです。雑魚戦でもボス戦でも一番火力を出すことができます。ただし使いにくいです。一番最初に使った時、なんだこれはっていう風に俺は思いました。それぐらい使いにくいです。ただ慣れてくればそんなことはなくなります。なので、慣れるぐらい使ってみてください。本当に強いです。今回のアップデートでワンパンがほぼほぼ難しくなってきました。でも覆われた怒りのダイナモとかを使えば、まだまだワンパン可能なところがありますので、ぜひこの覆われた怒りゲットしてみてください。おすすめのエンチャントいくつかありますけども、絶対つけた方がいいっていうのがリフレッシュ、そしてガードストライクとアーティファクトシナジー、この3つですね。この3つはかなりおすすめなので、厳選してみてください。まあ、3つ確定してしまうとなかなか厳選が難しくなると思うんだけども、まあその3つがかなりいいっていうことを覚えておいてください。第1位、これはダントツかな、覆われた怒りですね。はい、ということで今日は最強武器ランキングやってみました。この前のアップデートで結構環境が変わりましたね。カバンビルドとかああいう遠距離系を使わずに近接で行くっていう人も増えてきてるんではないでしょうか。そしてコメントもいただきました、ありがとうございます。エンチャントまでランキングしてくださいということなんだけども、今回それ説明するとかなり長くなってしまうので、ちょっとそれは今度やりたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。